はいはい、回廊人伊藤です。今日は家の近く本郷瀬館にあるワールンウブドラヤに久しぶりに来ました。今日はここでブランチ、まだ3時前かな。はい、ここです。ワンちゃんが今日はここで餃子を食べるということで来ました。餃子を食べる食事風景となります。はい、お待ちください。こんな景色の中でこう本を読みながら、ヒメコインバリーエンジェルというのがもう30数年ぶりに読んでますね。今日はトゥデイスペシャルっていうのがあったりね。はい、餃子いただきます。あのマイクを使える動画のアプリを使ってますが、これ大きく聞こえますかね。声は小さいのでボリュームを上げれるかどうかってことですね。ということで今からブドラヤの餃子いただきます。餃子を食べてコーヒーを飲んで、後でたい焼きを食べるという今日の私のブランチです。そして本を読むという一日にします。じゃあ食べます。こういうのもついてるよ。突き出しっていうんですか、これかぼちゃ。うん、おいしい。はい、久しぶりの餃子です。おいしい。うん、美味しいよこれ。3日ほど風邪ひいて寝込んでましたので、ちょっとね栄養つけなくちゃと思ってできるわけですよ。さて、缶瓶もいいと思うんですが、ちょっとお腹の調子悪いのでちょっと強烈なものは控えています。
うん、うん、あった。ありがとう、美味しかった。どうぞ美味しい。これがたい焼き。はい、ね。はい、じゃあ。そしてコーヒーです。ドリップコーヒー入れてもらいました。まあ、あんまりウブドでドリップ飲めなくてね、エクスプレッソっていうの機械ばっかで、こういう手で落とすやつが私は好きなんです。うん、美味しい。でこのたい焼き、これパイプの羽がついてます。ほら、ここにも燃えてます。全然いいね。では、読書の時間にしますので、今日はこれで失礼します。です。